きよ。こおつと入学して半月になるが、調子の方はどうよ。特にお前さんたちはいろいろてんこ盛りだろうから、まあそう焦る。まずはお近づきの印に面白い手品を見せてやるよ。ちょいと50ミラコインを貸してくれね。そんじゃよーく。さて問題、右手と左手、残念。こういうことさ。せいぜいサラのしごきにも踏ん張って耐えていくんだな。ああそうそう、生徒会室なら2階の奥だぜ。そんじゃ。ぶりだね。生徒会室にようこそ、リーン・シュバルツァー君。サラ教授。ん？どうしたの？そんなにかしこまらなくていいよ。この学院の生徒会長のトワ・ハーシェルって言います。改めてよろしくね。これから君たち新入生に関わることも多いと思うんだ。困っていることや相談したいことがあったら、ぜひ生徒会まで来てね。一生懸命サポートさせてもらうから。あ、ううん、こ
これなんだけど。はい、どうぞ。一番。ごめんね、君たち7組はちょっとカリキュラムが先日オーブメントも通常とは違うタイプだから別の発注になっちゃったんだ。うん、学生手帳には先日オーブメントの説明書も載っているんだけど、他の1年生の子は今までと同じ標準タイプだから。でも君たちのは特注品。ごめんね、こんなに遅れちゃって。サラ教官もいつも忙しそうだし、他の教官の仕事を手伝うことも多いから。サラ教官からバッチリ事情は聞いて、何でも生徒会のお仕事を手伝ってくれるんでしょ。うんうん、さすが新生7組だね。生徒会で処理しきれないお仕事を手伝ってくれるんでしょ。特化クラスの名にふさわしい生徒として自らを高めようってみんな張り切っているから、生徒会の仕事を回してあげてって。ひょっとして私何か勘違いしちゃってた？入学したばかりの子たちに無理難題を押し、大抵のものは士官学院や町の人たちからの、うん、生徒会に寄せられた教授にまとめて、とりあえず。グーテンターク、我が愛しの教え子よ。どうやら会長に夕食をおごってもらったみたいね。詳しくは言えないけど、来週伝えるカリキュラムにもちょっと関係してるのよ。誰か一人にそのリハーサルをやってもらおうと思ってね。生徒会が忙しすぎるのも確かだし、一石二鳥の采配だと思わない？あ、特定のクラブに入るつもりなら無理にとは言わないわよ。それは君があのクラスの重心とでも言えるからよ。中心じゃないわ。対立する貴族生徒と平民生徒、留学生までいるこの状況において、それは否定しないわよね。そして私はその重心にまずは働きかけることに。7組という初めての試みが今後どうなるかを見極めるため、それが理由よ。ビールよ。週末なのに部屋で寂しく一人酒に決まってるじゃないの。まったく、もうダンディーで素敵なおじさまの知り合いでもいたら一緒に飲みに行ってるんだけど。ま、あんまり深く考えずにやってみたら、どうやら何かを見つけようと。まずは飛び込んでみないと立ち位置も見出せない。それじゃあね、寮の門限までにはちゃんと帰ってくるのよ。